抜刀剣とさ、エリトラでさ、これちょっと見て、いくよ。おう、この宿地のさ、ダッシュ移動プラスエリトラでもうずっと移動できるわ、これ。あー、なんかちょっとね、斜め下見て抜刀剣振って加速して上昇してって組み合わせれば、速度はちょっと最初出づらいけどいけるわ。あ、なるほどな。ロケット花火がなくなっても一応一生飛べる。この夏絶対やりたいことはスイカを食う魚です。この夏絶対やりたいこと、ドライブに行って涼しいとこ行くことかな。高台とか聞いてやれ。この夏やりたいことは日の出前に起きてジョギングすることです。ケイシーです。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。というわけで、さて今日も頑張ってマイクラやっていくか。あれ、よし、やっていくか。なんだその装備、カスタムロゴがいる。あ、これあのテラスシールの防具ですね。これテラスシール。そんな見た目なんそれ。うん、あの、なんでこれ作ったか教えてほしい。おう、これ終わらせとこうと思ってさ、作業をさ、ネザーに行ってウィザースケルトンの頭を集めてたわけ。で、大体あと12個ぐらいいるんかなって思ったから、大体そうだね、作業を始めて1時間半ほど経ったところでしょうか。頭がね、7個集まった頃、私はですね、ちょっとだるくなってですね、抜刀剣のロックオン攻撃をですね、使ってウィザースケルトンを勝てたわけなんですけどもね、コマンドをミスりましてね、今映像出てると思います。マグマの方に一直線。あら、頭7個とともに持っていたやつ、抜刀剣以外全てロストして、このテラスシールの防具を作るに至ったわけであります。どうも、魚です。よかったな、録画しといて。ですね、前回最後にね、しまったこのボックスにさ、ウィザースケの頭また1から取り直して16、やば、何個取ったんやも全部で。あ、確か前回 TK が4、まあ、3個取って、俺が1個で4個だったんだけど、だから12個取ったのか、ちゃんと12個取りまして、 やり直したんですけども、あとさ、前回のそのバケモン植えてさ、肉1回あげたんだけどさ、ここなんかまだ成長してないわ。もしかしたらまだ肉あげれんのかもしれんけど、ちょっと開けてみよう。一回口開けたんだよな。ダメだ。あ、食った。食べた。食った。あれ、なんかね、もっとね、口みたいなのがちょっと出てたんだけどね。じゃあちょうどさ、エリトラも一本余分に取っといてよかったわ。いや、そらエリトラも死んだんか。そう。全部飲まれた。抜刀剣だけがふん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 つってマグマの上で浮いてたからね。つうわけでね、刀の方もね、ちょっと作っときましたんでね。進捗でさ、また追加で入れたね、なんか山桜シリーズの方はね、なんかこのレシピがちゃんと出ないから、ちょっとこれはまあ後でクリエイティブで出すわ。なんか作り方よくわかんねえ。 OK。 で、俺らとしては抜刀剣っていうページと1個だけ入れたアドオンのそのまとめで入ってる抜刀剣秘伝のページを全部埋めたら OK にしようっていうことでね。うん、ちょっと作ったやつもバンバン出すわ、ここに。これがとりあえず山桜、緑の霧。これがね、キツネシリーズの白キツネ、黒キツネ。で、これなんだっけ、無名紅玉の進化系の3色のやつ。はいはいはい。あと、なんかの最終形態、次元抜刀。あれか、千鶴村正の1個派生が3本あって、次元抜刀、もう1本がテラブレード。で、もう1個まだ作ってないのが残って、って感じだな。ほんで、なんか作業した？なんもだな。作ってないな。オッケー。じゃあ、あと何が残ってる？三毛。あ、三毛、三毛と、あと村正ブレードってやつが残ってるでしょ。千鶴村正のやつが。あ、村正ブレード。あとはつくもの派生の2本、円錐白山みたいなやつと、あと吹雪一閃で三毛で、で爆災の太刀の次の古跡の太刀とゼファー。はいはいはい、があって、あと錆びた刀の派生の銅タヌキと風雷、あと輪っかアペか、カブイト。そうだね、輪っかアペで終わりで、調子よければ多分今日
全部揃うかな。イザーのさ落とす花あるじゃん。おう、あれも確か1個いるからウィザー倒すときにちょっと注意して拾わんといかんわ。あ、爆発でモブが死んだらウィザーの花なんか出さんとな。なるほどだな、置いとかんとな、そこに。まあ20分ぐらい掘りますか。オッケー。オッケー。重っ。他人が掘ったやつも重い。ちゃんと来る。めちゃくちゃ離れよ。ちょうどいいな。重い。散らばっとるブロックがどんどん増えてどんどん取っても。どっかで5分放置した方がいいかこれ。切るなんとかで落ちてるもん全部消せたな。ああ、それ定期的にやらんと。キルアットイータイプなんとかってやつ？それだ。突き破れ。いや、目の前やつパッて消えた。取る前に消したらもすまんな、それは。石炭とか。大丈夫、 6でもねえやつやったから大丈夫。あ、死ぬ、危ない、危ないね。やべ、今自分の目の前に鉄取る前に消しちゃった。癖になっとれ、もう消すの。おんもな。消えよ。拾えねえわ。邪魔だな。密着しないと取れねえ。密着しないと取れんやろこれ。何しとんの。めっちゃでかい空間あった。なんだ、え、ごめん、やめよう。あ、なんか重い。マジでなんか、 お前が始めたやろそれ。そうだぞ、マジでバカって。何？俺の場所わかるか、お前。だいたいあそこだな。俺はわかる。そうだ、この落下耐性がついてないんだよな。そっか、今消したらアイテム消える。あ、やってない。まだ俺一回やったかも。え？そうだ。やばいやばいやばい、それやばいよ。刀以外消えてます。あー、そっか。刀以外消えてしまいました。なるほど。刀は残っててよかったけど、刀と経験値以外全部消えちゃいました。なるほど。なんてこった。ああ、まあ、消えちゃったし、あれ出してもいいよ。あの暗視のやつとマナタブレットと。いいですか。うん。知らない。もうアンロックでいいか。アンロックだ。大聖堂。アンロック、アンロック。もういいか。全部。26000キルしたから許してくれ。もういいな。終わりだ。終わりにしよう、すべて。26000の力。チャイ。カン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 。あー、来た。150リファイン。わほーい、死ねハゲー。ナイス。ほら、これが欲しいんだろ。ありがてえ。来たゼファ。来た。ナイスー。これ次回やって探してない敵探してですかね。すごい刀の量。こいつはすげえ邪魔。次回完結編ということでご視聴ありがとうございました。さらばだ。じゃあまたお。怖い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 
紹介しよう。タレット。